なんでやったんだ、なんでやめたんだって、もう、はいはい、縮小ですね、相当こう少なくなってきてるんです、はいはいはい、授業ごとなくなるっていうことが今もう分かりましたので、ね、YouTube 界の革命児からすると、はい、そうで始まりました、もちゅうちゃんです。さあ、今回は自己紹介をお願いします。大手予備校講師でいいんですか？いや、別に言っていいですよ、名前を。県ただ予備講師、田中です。よろしくお願いいたします。はい、なんと初めましてだったけどね。そうなんですよ、全然初めましてだと思ってなかったら、初めましてだった、さっきちょっとエレベーターの前で会いまして、はい、偶然コラボ動画みたいなのをオンラインでやってましたもんね。そう、ズームでやってたんですよね。そうそうそう、だって僕がただ予備に採用されたのが、はい、夏の8月ぐらいだったんですよ。はいはいはい。で、すぐに森哲先生から連絡があって、はい、オンラインでコラボしましょう、はいはい、コラボ動画を出させてもらって、うん、でその時にその動画では流れてなかったんですけど、はいはい、やっぱ YouTube は大変だと思います。ほい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 、こう手ほどきをいただきました、はい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 、もう批判とかは全部僕が被るんで、はいはいはい、もう降りかかる矢はこの森哲が全部盾になると、はい、だから好きなようにやってくださいって言って、うん、それから3週間後に飛んだんですよ。そうね、飛んだわけじゃないですよ。飛んだわけじゃない。もう3週間後ってことはあの動画のあたりが何かだったってこと。そうなんですよ。そもそもオンラインで撮ってるっていう時点で何かがあるんだ。そう何かがあるんですけど、でなんかその後に僕の動画金曜日になんか毎週出してて、はいはい、金曜日は日本史しか出ない曜日だったんですよ。森哲動画が確か金曜日にぐらい出て、はいはい、なんでやめたんだ、なんでやめたんだって、もう僕のあのコメント欄がもうそれでもう矢がこっちに全部もうクサクサクサって刺さるような感じで、面白いけど使ったらまた炎上するかもなんていうのもね、はい、昔話じゃないですか、それは。でもね、別に僕らが悪いわけじゃない。そうです、そうです、そうです、全てはもう誰かが悪いんです、はい、まあでもそんな中でも、はい、やっぱり連絡をね、年に何回かかもしれませんけども、はい、やっぱり取り合って今に至りましたので、はい、これはありがたいです。じゃあちょっとね、予備校講師どうなんだっていうのをね、この動画の前にももういくつか撮ってるんで、予備校縮小に関して、はい、噂には聞いておりますけど、やっぱり縮小ですか？縮小ですね。もうでも関東の某大手予備校縮小はちらほらネットを見るとね、はいはい、あ、ネットにも載ってるんで、あ、ネットというか SNS か、はい、SNS でまあ行かれてる先生方は、はい、そうですね、それらしきコメントを発表されてますからね、うん、もちろん、いいんですよね、予備校側からは。でまあ西本もかなと思ってたんですが、うん、まあ西は今のところはまあ大丈夫かなというところですね、うんうんうん、ただやっぱりこう生徒数がやっぱり一時期と比べると相当こう少なくなってきてるんです。はいはいはい、はい、そうですよね。冬季講習、日本史、講座によっては一桁です。おお、なるほど、はい、いや一桁前半ですね。そんなお金無理じゃないですか、そんなの払えないじゃないですか、先生にねえ、もう英語の大御所の方とかにどんどん稼いでいただいて、はい、なんとか授業を、さらに今映像と併用なんです。だから生徒からすると、まあちょっと今日はもう映像で受講すればいいやと、はいはいはい、いうような感じなんで、うんうん、5人いたとしたら実際3ぐらいですよね。ああ、なるほど。もう映像で見りゃいいや、自分のも撮るぞ、自分のも撮って、それを自宅で見れるっていう。ああ、寸大のシステム。そうはい、いろいろありますかね、はい、でもなんでちょっと寂しいかなと。やっぱり社会科目とか理科科目は確かに社会の先生と校舎であんまり合わなくなってますか。例えば、まあ、日本史とかだと、はい、まあ、理系科目に関してはもう映像にしてしまおうと、はいはいはい、地理に関してはなぜか映像にしてしまおうとかはいはいはい、はい、そうなってくると授業数自体が半分とか6割ぐらい、うんうんうん、でも先生の数は変わらないわけですから、はいはい、そうなってきたらやっぱりコマがね、どんどん減っていってしまうっていうのが大変なところ で、まあそうですね、僕もついに大手で10年目やったんですけど、はいはい、コマ数が減るという、はい、ええー一番の若手だったはずなのにそんなことが起こる時がやってきたんですね。皆さん授業ください僕に授業くださいお願いします。僕に授業をくださいって今その波が来ちゃってるんで。
まあ、これからやっぱ個が強くないとなかなか、そうですね、どこに属しているかではやっていけない時代になってますからね、うん、それぞれやっぱり講師の側も動かないとダメだと思うんですよ、うんうん、もう減らされることは分かってるんですから、うん、そうそう、上の人がいなくなると授業が回ってくるかなって思ったんですけど、授業ごとなくなるっていうことが今もう分かりましたので、数年前までは、まあ、上がどかない問題やっぱりすごくずっとあって、引退しない、引退しないっていうので、駒がめっちゃ開きますよって言われてたのに、結局開かないし、上の人から入れていかなきゃいけないって言って、やっぱ下の人の方にはまんまと騙されましたよっていう状況でしたけど、それしたら今度はもう駒自体がなくなるっていう感じなんで、そういう状況でやっぱりなっていう感じです、うん、多くの人は分かってたはずなんですよ、講師たちも。そうなんですよ。でも動けない、そう、動けない、動かない、なんかこう動いたら予備校から睨まれるんじゃないかっていう、あ、そうですね、ね、恐怖があると思うんですけど、まあ、僕のところはあんま実はないんですよ、はい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 、あんまりなくてどんどん動いてるんですけど、はい、今のところまだ怒られてないんで、はい、映像に出るで個人チャンネルを持つぐらいだったら基本 OK だと。なるほど。でも社会科の先生にもぜひ今後はやっぱり個人チャンネルどんどん作っていった方がいいと思うんですよ。このままじゃもう尻つぼみなんで、やっぱりね、くんちゃんやっても森鉄チャンネルみたいにドワッとはもういかないですから、我々社会科は本当に地道な低空飛行をですね、数年は続けないとダメなので、今のうちに低空飛行しといた方がいいんですよ、それは。 なんでどんどんと各先生が出していくべきだと僕は思っております。なるほど。当時やっぱりね、 YouTuber なんかみたいなね、予備高校師たちもこう YouTube なんてみたいに言ってた人が多くて、ってあれあれあれみたいになってますからね、今ね。そうですよ、やっとけばよかったみたいになってる人もいますからね。そうそう、誰ですかそんなバカなことを言うやつは、もうもういないでしょうそんな人で、あ、なんだ YouTube 授業もうかんないじゃんみたいになって、結局ダメじゃんみたいに言ってましたけど、ちゃんとできる人はちゃんとやってますので、はいはい、質聞いていいですか、はい、YouTube 僕も個人チャンネルをちょっとやって、はい、もうやっぱ全然、まあ、僕が上げてないっていうのもあるんですけど、ダメダメそれ、はい、まだ2000人ぐらいしか登録者いないんですけど、はいはいはい、この先何をやれば、はいね、YouTube 界の革命児からすると、はいはい、日本史で日本史の受験生なんてもう全国にポツポツしかいませんから、はい、これが受けるんじゃないかとかってありますか、まあ、日本史だったら世界史の教先生も同じですけど、うん、受験先生だけに絞る人が全然なくて、まあ、あの冠が邪魔だと、大学受験って言うとやっぱり一部の人しか見ない、そうそうそう、ゆく先生は社会人にも向けてもやってるんで、まあ、よゼミとの兼ね合いもあるんで、うんうんうん、やっぱ社会人とかの方に向けなきゃいけないっていうのがあったんで、なんでそういう形でやっていけば、いわゆる教養、そうですね、まあ、だからパイはあるはずなんでたくさん、うん、そこにでもどうやってリーチするかですね、これ全然需要はあるんです。問題はそれをどう届けるか、そこでやった方がいいよってさっき言いましたけど、ライバルがいっぱい入ってきたらどんどん大変になると思いますけどいやそれはこの低空飛行を2年間続けてるっていうね経験でなんとかならないか、 だから基本的にやっぱ勉強と YouTube 相性悪い、相性悪いですね、はい、非常に悪いんで、そこでどう伸ばすか、まあ、それとずっとこう格闘してきたんで僕も、そうですよね、なんか成功しましたねって言われますけど、労力はすごい多いんで、なんだって上げてる動画の数とかめちゃくちゃ多いですから、うん、やっぱり継続性ですか、継続は力ないと、ただそこでちゃんと試行錯誤したことがでかいと思う、ただ一辺倒にやってるんじゃなくて、これも試すこれも試す、うんうん、これも試すみたいなのでやってたので、それでこう試しながらダメな時はもうこの動画も上げない、はいはいはい、それはいいっていう感じで、いやまあまあでも上げてみないと分かんないですからね、うんうんうん、企画続かねえわってなったら、はいはいはい、もうやっぱり変える、ああもちろんそういうのもありますね、うん、やんないとダメ、それを悪いと思ってる人いっぱいいますけど、いやそれをしないとダメで、うんうん、でだからこう人気でわーってきてるのも絶対にこうなるんで、うん、今すごいすごいって言ってますけど、すごいすごいがあるほど下がりは大きいんで、あともう一個聞いていいですか、はい、登録者が多いのに回らない時っていうのは何なんですか、はいはい、何が悪いんですか、いっぱいありますよそんなのは、登録する理由っていうのを考えればよくて、うん、勉強しようって言って登録するけども、うん、勉強なんてしたくないもんなんでそれかそれが原因、そういうのはもうなんかっていうか当たり前のことですね、よくある、あとは何にファンがつくかっていうのもあるんで、そうですね、コンテンツにファンがついてるとか、うん、様々な理由があるのでちゃんと見極めないといけない、自分にファンがいるんだって天狗になっちゃってる人とかは、うん、そのコンテンツが好きで見てる人が実はほとんどで、変なことやっても見てもらえない、なるほど、逆にもうその
人にファンがついてる人は別に何やってもいいんで、うんうん、何をやろうと見られる。これはね、某 YouTube チャンネルはこれはもうしっかり受け止めないと、それをちゃんと分かった上でやらないと、何に視聴者は惚れ込んでいるのかとか、何を好きなのかっていうのをきちんと見抜かないといけない。無作為に動画を出してなんていうのはもうそれはダメだ。ちゃんと調べながらやってますから、自分自身。素晴らしい、勉強になります。はい、予備校講師は喋りはうまい、授業はうまい、でも YouTuber としてうまいかっていったら違う話じゃないですか。やっぱりこれは今授業がなくなってきている我々社会科講師がしっかりとこれは心に留めて生かしていかないと僕はいけないと思いますね。それはね、ズカーンと伸ばせるものっていうのはあります。ぶっちゃけいくらでもこうズボンといく方法っていうのは思いつくんですけど、でもそれらはこうなっちゃうんですよ。だからやってないです。あえて伸ばせるものでもやってない。それも YouTube のオフィシャルのマネージャーとも話してるんです。今はこういう流行りだから、どうせこうやってやったらこうこうこうで伸びますよねっておっしゃる通りですって言われるんですけど、でもそれをやっちゃうとどうせこれがやる。結構長期的な感じで、そして多分長期的に考えてるんで自分自身。もうそれはもう森鉄チャンネルがもう行っちゃってるんで、いやいや僕なんかもう短期的なこんなんでももう欲しいところですから。でもまあ数最初出さないと。数ですね、やっぱ数を出す前にやめちゃう人が多いです、ね、数出さないと分かんないんで、どれが当たるとかも、うんうん、って感じだと思います。分かりました、ありがとうございます。とんでもないです。あとまあ予備校講師プライドが高いから失敗もしやすい。昔の江戸時代まで武士だったやつがなんか新しい商売始めた時にもプライド高すぎてうまくいかなかったんですよね。武士ですよあなたたちは。すごい予備校講師って格たりかけてますけど大丈夫ですか。なんでお前に言われなあかんねんみたいに来ないですか。大丈夫です。もういいですよ、もう。もう明治維新は済んだんでプライド捨ててですね、はい、あの個人チャンネル皆さん作っていきましょう。これからはどうするんですか。ここだってどうすんだい。どうするんだい。いつもっていうこの縮小していく中で、ただね、やっぱ露出はやっぱり多かったんで、はいはいはい、いくつか、まあ、映像系の、はいはい、アプリを開発したいとか、はいはい、動画を買い取りたいとか、うんうん、まあ、そういう仕事も、うんうん、まあ、いくつかいただいているのがあって、なるほど、そういう形でやってって、そういうのでまあやっていくじゃないですか僕ら、はい、あとまあ個人チャンネルもね、やっぱり今年はそれこそ本数とマジでやります、うんうん、1万人ぐらいを目指してとりあえずは。はい、頑張ってやっていくと。でまあ最低限予備校の方でもね僕はやってますので、うん、徐々にこのシフトをチェンジしていかないといけないでしょうね。そうですね、まあ、授業をそうですね提供して搾取される側なんで、どうしても講師っていうのは、もう搾取されてる人間周りにいっぱいいますんで、なんでそれを違うなって思ったんで僕はこれは変えなきゃいけないなと思って。なるほど、行動力ですね。僕らは顔を出てて搾取されて、うん、ね、本当山表に立つで、まあいろんな経営者の人たちいて表に出てこない、使う側でもこっちにお金が入るみたいな、そういうのがやっぱりね、いっぱいあるんで世の中に。よし変えようって思って変えた感じです。言い方を。素晴らしい。じゃあまあ個人が強くなる、まあ相田先生も言ってたんで、はい、はい、個人を強くしていかないといけないよっていうのはまあこれからの業界かなと思います。まあ、生き残るためにはっていうか、もうほとんどの人が生き残れないんで、どうせ縮小、うん、もうそれはもう既成事実です。それは、はい、はい、今動くかどうかですね。はい、そうしたら早い方がいいってことです。だ自分はもう見越してたんで、早いだから早めに動いたっていう感じです。なるほど、はい、そんな感じでした。はい、これは田中先生、ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。